巻き踊る、まあ、こうどう逆転しようかなとかね、まあ、当然選手を信じて戦っていくしかないんですけど、まあ、そういう中でもね、ああいうすごいプレッシャーだったと思うんでね、良かったなと思います。あ、今のこの様子を西岡さんちょっと解説していただいて。いや、解説難しいですけどね。これでも牧選手、あのベイスターズでもあの TikTok によく上がってくるダンスを今披露してますね。はい、ありがとうございます。牧わら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 、牧何やってんねん、何の踊りや、いつも踊ってんな。戦しようかなとかね、まあ、当然選手を信じて戦っていくしかないんですけど、まあ、そういう中でもね、ああすっごいプレッシャーだったと思うんでね、良かったなと思います。マスコットもやってたのか、巻き草盛り上げ要因、巻きキレキレで草、神奈川ナンバーワンダンサー巻き。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただいたらとても嬉しいです。